雪村くんのことが好きみたい。何？恋愛も所詮は数字と情報の集合体だ。この恋ゼロか1か証明するぞ。心拍数140でアラームが鳴るように設定しておこう。これは好き逆転じゃないでしょうか。都合よく解釈するべきではないわ。またいされたこと始めたね。心拍数に変化なしです。なぜだ、恋の証明がこんなに難しい。何か新しい切り口を見つける必要があるわね。合宿期間中必ず恋の普遍的定義を見つける。なんか変なやつ。我々は壁だ。どういうこと？わかりません。わかった。恋の普遍的法則を証明することができるのか。何者だ？哲学専攻神奈優だ。教えてあげましょう。恋は理系的観測でしか証明できないことを。どんな数学的難問でも最初は一人の直感から始まるけどね。理系が恋に落ちたものを証明してみた。劇場で見てね。